こんにちは、小笠原です。今日はですね、平行定数形と化学平行の法則、この化学平行の法則は別名質量作用の法則ともいうんですけれども、これについて説明していきたいと思います。ここで取り上げる可逆反応の例なんですけれども、よくあるタイプですね。水素と要素で溶化水素ができる。これはある程度高温でやってます。この時には平行定数形が H2 I2 分の HI の2乗で、この数値が一定となくと。そして括弧はモル濃度を表します。さて、これの根拠は何でしょうかと、この話になります。で、実はこの根拠なんですけれども、実験により正しいことが確かめられています。これが今の高校の教科書の書き方で、自分が使っている教科書でもですね、いくつかの事例が、数値例が与えられてて、実際に計算するとこの数値が一定になるんで、実験的に正しいのでこうなりますよと、そういう説明がされています。実験的に正しいっていうのが根拠の一つになります。実験的に正しいっていうのが答えの一つなんですけれども、もっと理論的にやるとどうなるかと言いますと、実は化学ポテンシャルっていう概念を使います。化学ポテンシャルっていうのは、ギブスのエネルギーをその個別の物質に応用したものになるんですけれども、この化学ポテンシャルを用いて熱力学的に導くことができます。ということは、当然化学ポテンシャルを説明しなければなりませんし、熱力学の知識が必要になります。これは非常に難しい話であって、大学レベルにの話になってしまいます。これまたちょっと別な動画で挑戦してみたいと思うんですけれども、ですのでここでは実験的に正しいということを根拠にすればいいかなと。もしくは大学に行って化学ポテンシャルを勉強して、熱力学的に正しいということを確認してもらえばいいのかなと思います。今からよくある間違った説明をしますので、どこが間違っているのかちょっと考えながら聞いてみてください。こんな説明聞いたことあるかもしれないです。ここでですね、可逆反応で右向きの反応を V1、 左向きの正反応を V1 ですね、で逆反応を V2 とします。そうすると水素と要素がぶつかりますので、濃度は水素にも比例しますし、要素にも比例するから K1H2I2 と書けます。それから 2HI は HI と HI がぶつかってきますので、ぶつかってくる方の数、ぶつかられる方の数も両方に比例しますから2乗になって、 V2 が K2HI の2乗になると。で、ところで平行状態と言いますとですね、正反応と逆反応が同じになって、見かけ上反応が止まったように見える状態ですので、V1 イコール V2 ということが言えます。ですので、この V1、V2 をイコールにしてあげて、これとこれをイコール、代入してあげますと、こんな式になります。で、ここでですね、H2、I2 分の HI の2乗というのを作りますと、これが K2 分の KI になります。で、これ定数ですので、ここも定数になって、これが一定になって、これが言えるということが言えます。では今のことを一般化してみましょう。そしたら AA 足す BB が PP 足す QQ 足すって、こういうふうになることを考えます。正反応 V1、 逆反応 V2 としますと、 V1 は A の A 乗、 B の B 乗に比例して K1 なんですね。で、 V2 の方は P の P 乗、 Q の Q 乗に比例して K2 になります。平行状態ではこの2つの反応が同じ速さになってますので、 V1 イコール V2 になりますので、そうしますと、この A の A 乗、 B の B 乗分の P の P 乗、 Q の Q 乗というのを考えますと、 K2 分の K1 になって、これは一定になるということが言えます。では前半部分の間違いなんですけれども、ここのところを、ここを持っていったところなんですね。
これ実はね、一段階反応で、まあ、直接ぶつかるんで、これたまたまこういうふうになるんですね。ところがちょっと別の動画でも説明しましたけど、化学反応式から反応速度式は決まらないので、これはたまたまこうなったわけであって、これは1乗に比例するかもしれないし、一定かもしれないし、どこが利息段階になるかということで、多段階であれば違う結果になる可能性があります。これはたまたまどちらも1段階反応なので、たまたまこういうふうになっている。ですんで、これで説明できるんですね。でこの反応に関しては正しいんですけど、この反応に関して正しいだけであって、これを一般化してはいけないということなんです。はい、後半のところの間違いなんですけれども、一般化することがいけないですね。一般化できないんです。だからこんなことが言えない。こんなたくさんのところをね、何段階の反応か分かりませんので、こんなことは言えませんので、もうここが間違ってるわけです。ですので、こちらも当然間違っているということが言えるわけですね。で、一つの例だけを見て、それを一般化してはいけないわけです。先ほどの説明で、途中の説明は間違ってたんですけど、結論は正しいんですね。結論は正しくて、これが化学平衡の法則、もしくは質量作用の法則って書いてある教科書もあるかと思います。先ほどの A+BB、そして化学反応で PB+QQ になっているときに、平方定数 KA の A 乗、B の B 乗分の P の P 乗、Q の Q 乗を考えますと、これが一定になります。正確に言うと、温度が変わらなければ一定になります。それはこの平方定数の方をですね、圧平方定数と区別して、これは濃度の方だよということで、濃度平方定数 KC と書くこともあります。ここで鍵括弧はモル濃度、モルパーリットルを表しています。ですので、途中これを V1 イコール V2 でですね、説明しようとするのが違ってたということなんであって、結論は正しいわけです。これは化学ポテンシャルを使って熱力学的に証明できます。で、ここの言葉なんですけど、質量作用の法則、実は英語が The Law of Mass Action なんですね。このマスなんですけれども、集団の意味です。集団の振る舞いに関する法則なんですね。で、このマスっていうのはマスゲームとかマスメディアのこのマスになります。で、質量という意味ではないんですね。ですので、これは訳としてはおかしい訳になります。ですので、今教科書、自分の使っている教科書本文はこちらになってて、こちら脚注の方に追いやられてますけれども、あまりいい言葉では、訳を間違っている言葉ですから、あまり奨励しませんので、質量作用の法則というよりは化学平衡の法則と言った方がいいと思います。もしくは言語通り The Law of Mass Action と言ってくれれば、それはそれで正しいと思います。